はい、本日はですね、僕のクローゼットを親友に見せていきたいなと思いますということで始まっていったんですけども、今日はカメラマンがですね、親友の、お友達にとやってもらってます。お名前は何にしましょうかね。森さんとかでいいもん。ああ、森さんでいいか。森さんね、森さんに出演してもらいたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、森さんが一応年間で言うと、まあ大体10万から20万ぐらい服買ってるのかな。うん。まあ。それ買ってるんですけど、僕2歳からずっと知ってて、で10万から20万じゃないですか。で、まあ、僕が今服仕事やから400万ぐらいかけてるってことで、この対照的な2人がこのクローゼットを見てどういうふうに感じるのかっていうところをね、撮っていきたいなというふうに、森さんには言ったんですけど、今日の流れとしてはですね、実は、まあ、この中からね、まあ、僕が着てるやつやねんけども、まあ、なんか森さんに1着ねプレゼントしようかなと思って。で思ってます。なので、まあ、これは今言ってなかったんですけどね、なんかこう見てみて、はっきり言うて何が何か全く分からへんと思うんだけど、まあ、自分が気になるそうなやつをこう着用してみたりとかしてさ、あ、これ欲しいなとかっていうのをね、なんか1着持って帰ってもらったらいいかなと思います。マジで、まあ、はい、僕が撮影してもらったね協力費としてね、これぐらいお渡ししたいなと思いますので、まあ、そんな感じだね。だから入ってきてもらって、まあ、ざっと見てもらってさ、カメラ途中で変わるからさ、どっから見ていってもらってもよろしいです。例えば、まあ、ざっくり先に紹介するから、まあ、まずこの辺がダウンジャケットがずらっとあって、例えばダウンが欲しいんやったら別にダウンでもいい。で、なんでっていうと結局来年も買うねん。もう比較とかでどうせ買うん分かってるから、もう別になんかいいかなと思ってて、ただどうしてもあかんやつはちょっと勘弁してくださいってこれちょっとこれだけやめてくださいって言うかもしれんけど、まあそれはちょっと選んで先に。だからダウンジャケットで、ここがフリースコーナーやね。フリースコーナー、フリースはなここだけしかない、ね、こんだけで、あ、下もまたダウンが続いてます。そしてここがマウンテンパーカーのコーナーです。だからマウンテンパーカーでも全然いい。この辺ね。マウンテンパーカーでもいいし。で、これは一応ダウンに見えんねんけど、そのインナーダウンとか、薄いダウンとか、ベストとかみたいな、その中に着るダウンジャケットっていうイメージっていう感じです。そしてこの辺も引き続きマウンテンパーカー系かな。これワークマンから、これはいらないでしょ。こんだけある中でワークマン欲しいってやつもないだから、まあ、これマウンテンパーカー、この辺はノースフェイスが多いかな。うわ、この辺っていうのでもいいし、こっちも若干あるか、まあ、これはユニクロとかやねんけど、こんだけある中でまたユニクロ選ぶっていうのもチョイスいいと思うし、あえて逆に偽物欲しいっていうのでもいいよ。これノーって王やんか、ノックスフェイスになってんだけど、これが欲しいんやったらこれでもいいし、逆にレアやな、1個あんの。でもそんなんはな、好きに選んでもらったらいいかなと思うんで、まあ俺ちょっとじゃあカメラ変わろうか。好きなの選んでくれたらいいよ、全然。いや、こんなんでもいきなりそんなあれって、確かに分からんよな。いや、ちゃうねん。いや、申し訳ないな。でもああ、全然いい。いっちゃん高いのでしょ。残念ながら値段は答えへん。聞かれてもたっくんの動画で一番高そうなのは多分な、北海道に着ていったやつとかな、あの辺が多分高いと思うよ。確かに動画とかはさ、ちょくちょく見てる見てる。あ、ほんならなんか見たことあるなみたいなの何個かあるって感じ。あるけど多分俺には違いが分からへんな。なんか多分欲しいって思うのってさ、結局は見た目とかやからさ、で、まあ見た目ではこれ良さそうやなとかっていうのがあったりしたら、まあ、サイズがな、もしかしたらちょっとバラバラかもしれんけど、大体 LL とかかな。 L、 中には M もあるし、逆に XL もあったりする。でもまあベースは L。 これは高いな。全然何でもいいよ、ほんまに。とりあえず欲しいなと思うの言って、あかんかったらちょっと勘弁してくださいって言うから。え、マジで、どうしよう。なんかもうほんま見た目から入ってもいいし、パーカーも、タックのパーカーもこれ、それはまた個別であげるわ。それは個別であげるわ、全然。なんかさ、だってせっかくあげるわ言うてさ、なんかユニクロあげたりワークマンあげたり、俺のブランドのやつあげたりしたらさ、なんやそれってなるやんか。なんかでもレアなみたいな、あんねやろ多分。そういうレアというか、こう希少っていうか、もう手になかなか入らへんというか。あるんかな。なんかまあ時期的にやったらダウンとかがいいとか、まあフリースとかやったらちょっと過ぎちゃった感もあるわし、まあ別に来年見越してフリースでもいいし、多分種類多いわな。ダウンか、もしくはマウンテンパーカーやな。あ、マウンテンパーカー、さっきのデニムっぽい。はいはいはい。どこ行った？これね、ここにあるんだよね。一回じゃあそれ着てみる？マウンテンパーカーとか持ってる？ノースフェイスの。持ってない。でもマウンテンバーカーとか好きそうやけどな。うん、全く持ってないよ。え、そういうの好きやろ結構。うん、大好き大好き長いなあれは。やっぱりそういうストリート系に合うな。俺邪道やなと思いながらいつも来てるからさ。あ、ほんま。うん、自分じゃないなーってのもセンスだと思いながら来てるね。これでもでかいな普通に。まあまあまあ、そんなことないんじゃん。袖とか止めたりしたらいけるやろ、ベルクロやし。俺もこういう機能性分かってなくてもらうのっていうのはな、あれやな。まあ後々知ったらいいっすもんな。タックの動画で学んで。うん、長い長い。その底下も絞れる、絞れんねん。はいはいはい。だからまあ絞るんやったら絞ってもいいし、まあ絞らんでもいいんやったら絞らんでもいいし。まあ今後はな、お腹大きくなっていったりするからな。そうやな。でそれしかも普通にな、洗濯機で洗える。あ、そうなんや。ぶち込んだらいいだけ。へえ、結構いい、気に入ってる。これ風通さへんねんな。風通さん、風通さん。だから外とかおる時とか全然寒ない。で冬場やったら中インナーダウン着てでもいいし、今日みたいなフリースでもいい。ああ、あれ今日のフリース着たら上から着れるんじゃん。あ、着るかも。ちょっと長い、下長いかなっていう感じ。まあパンツ太いからさ、合ってるっちゃ合ってるからな。ああ、僕は全然何でもよかった。この中にな、ルイスレザーっていう高いレザーないから、あったらもうヒヤヒヤしない。それはな、20万で相談してるからな。それにしようか。それにしようかな。それはな、家にあるから助かったけど。あ、適当に置いておいてくれて。まだ気になるのはね、見ていいし。これな、実は色違いね。あ、なんか色好きやろ多分。そう。もうサイズも全く一緒。あ、ほんま。これ見たことあるな。でもなんかこういうの。でそれは防水やね。ちゃうんや。これはまあ風に強いね。同じコアでも若干ちゃうね。ああ、袖見てみて、この逆や、右か。あ、右。ほら、インフィニウムって書いてある。これは風に強くて、これは雨に強いから、もう全く雨入る。ああ、迷ってはる。雨か。雨の時、確かにな、弾くの嬉しいからな。そう、よく手とかで言ったら、このあ、見たことある。がそれやね。もう防水、完全に防水の方で。でこの白の方は風通さへんって言って、こっちやね。ああ、でも風通さん方がええんかな。でもこっちは風も通さへんで、風も雨も通さへん。マジで。でこっちは風が通さん、もっと強い、もっと通さへんくなんねんけど、雨がちょっと弱いっていう。ああ、こっちの方がスペックとしては両方とも満たしてんねんけど、ちょっと雨落ちる分風が強いっていう。ああ、でもシルエットも全く一緒、同じやから。へえ。あ、でもなんかちゃうな、やっぱり。うん、もう完全に防水。音がちゃうわ、来てる。あ、でも、ああ、どうやろう、目立つんよな。まあ確かに目立つかもな。それ今年出た、この間出たばっかりの新作やねん、色が。今までな、全部黒と、バイカラーやったやん。こう黒にデニムとか、黒にこれみたいな。ほんまここ黒やった今まで全部。初めてそんな色を入れたみたいな。でもいいし、他でもあるし、うわアークもあるしやな。もうこれちょっと薄めのやつやな。うん、あのコーチジャケットってある？あるある。その上。あ、これか。うん、ああ、いいな。そう、もう着てみたら一回。これはこれも L やな。それでもちょっとちっちゃいかもしれない。ちっちゃい。うん、着たら分かるくない？あ、生地感もさ、ちょっと薄め。ああ、そうやな。二重なってるなとかな。映像じゃあんま分からんけど、あ、なんかこれしっくりきたような気するけど、サイズがいいんやろうな、やっぱ。ちょっとちっちゃめやんな。どう？全然。いや、俺が言うとさ、導いちゃうやんか。あ、そうかそうか。そうそう、だから全然もう自由にやってくれたよ。あんまこの色がキーヒンかもしれんな、俺。あ、茶色系？うん、そっか。何色が多いん？青色、青色とか。確かに青かもな。紫とか青か。青な感じ、そんな。逆に俺青、あんまり青きいんな。やっぱデニムかな。あ、いいや。デニムのあれが良さげな感じ。良さげな感じかもしれん。もうじゃあ今回ダウンとかを全く考えてなかったね。そう言われたとしても。いや、あるし。もうダウン一応あんねんけど、サイズがおかしくて。ああ。でもサイズが太ったからおかしいけど、それを今もしか選んでしまうと、そのダウンきい品ようになるから、あんまりいいのはこれいくらぐらいするの？だからそれ選んでから言うわ。いや多分高いね、全部高いねんな。全然いいよそれは。2着も3着もって言われたらヒーヒー言うで、選んでくれた状態で、その後に俺が勘弁してくださいって言うかもしれないし、そしたら第2候補も考えて。これもう一回ちょっと着てみるわ。やっぱり全部な、あのパタゴニアとか興味ない。アークとかやっぱノースがいい。分かへんねんな多分、あんまり分かってないんやろうな。やっぱノースの方が安心感ある。安心感があると馴染みがある、よう聞くというか。まあ確かにそうやな。あれやな、マウンテンパーカー系、特にこの俺らさスタイル全然ちゃうけど、どっちかってストリートやねんか、森さんな。だからまあ似合うよな。ありがとう。まあ別にコーチジャケットも似合ってたし、マウンテンパーカーも似合ってるし、まあフード系とかはまあ似合いやすいやろな。多少の雨やったらそれもいけるで。あ、ほんま。大雨はちょっと厳しいけど。よっしゃ、これええわ。これ最強やわ。他はもういい？もう最終も見とかんでいい？最終なんかこれいけよみたいな、これいっとったらよかったのにって後から言われるかもしれへんな。思ってるかもしれない。いやそうやろうな。まあちょっとこっちでいろいろ見ていっていっとくわ。うん。ならさ、まあいろいろあるなーって思うかもしれんし。はいはいはいと思うかもしれないし、あと米蔵さんがなんでそれあげたんっていうそういうのもあるかもしれない。私それ着るのにみたいな。あの人大体 L は着られへんしな。大体やっぱ M ぐらいじゃないと。確かにな、このダウン見たらそらええけどなあ。これかな。じゃあそれでファイナルアンサーでいいですか？ファイナルアンサーダメって言われるかもしれん。ファイナルアンサー OK です。ありがとうございます。ありがとう。これちなみにいくらな、これ？それはな、4万9,000円か5万ぐらいかな。一応デニムバージョンやねんけど、まあ、俺はなずっとそれは経年変化しないって言い続けてんねんけど、まあ、ガンガン着てくれたら、もしかしたら多少は薄なるかもしれない。そのデニムの部分が、黒の部分は変わらへんけど、そのデニムの部分が若干薄くなるかなっていう。よくジーパンってさひげとか出るやん、それはなさすがに出へん、けど若干は薄くなるかも。洗濯したりいっぱいしてたら。あ、これ洗濯機抜いてたもんね。全然できるできる。普通にもう他のものと一緒に洗って。あ、ほんま。で撥水性落ちてきたなと思ったらこれ肉厚な、これをパパって振りかけたら、そのさっきこれボンド臭しとったやん、ここの部屋。それこれやねん。そのスプレーか。シュシュってやってあげて拭いてあげたらいいだけ。へえ。すぐまた撥水する。やばいわ。これって真冬でも全然いけるよね。中になんか着とったらそこの中にもうフリース着んねんな。全然できる。だからインナーダウン着て、ユニクロとかでもいいから着といたら、風通さへんから、次は中で保温する。なんか部屋で言ったら窓閉めてる状態にして、あとはエアコンかけたらあったかいやん。そのエアコンがフリースとかインナーダウンやねん。で風閉じるのは、窓はこういうのでシェルでガーッて閉じて入ってこへんです。ここもな。そうチャリンコとかも全然乗れるし。よかった。気に入りそうですか？これずっと気に入った俺。オッケー、よかった。もはやこれしか着ひんね。ほんま、じゃあそれを着て2本目の撮影行くが今から。せやな。ありがとうございます。いい、よかったです。ありがとう。気に入ってもらって。では失礼します。ペコリ。